はい、お疲れ様です。今日もね、オリエンタルカディア動画を撮っていきたいと思います。今日やっていく内容は、サンガ社食図シーズン2の情報についてやっていきたいと思います。はい、サンガ社食図なんですけど、いつ終わりました？シーズン1。ちょっと覚えてないけど、見てみよっか。いつ終わったんだ？サンガ社食図の1が、イベント終了まで5日6、あ、そうか、これ始まる時間が違うからね。そもそもが。1も違ったんでしたっけ？ちょっと覚えてないけど。まあそんな中で、サンガ社食図2ですね。まあこれサーバーがね、ご覧の通り、まあ今いくつまであるんだ？これ284まであるのか。でこれもサーバーごとによって開始時間がかなり違うといった問題点がありますね。1月19日から、101から190は始まってるんですね。我がサーバー201は2月16からということで、まだまだ1ヶ月ぐらい先になってしまうといったところ。ただ終わりの時間はちょっとその分こうずれてるから、これなんで230から237だと1月19から開始。なんかあのチャプターが始まるとか始まんないとかっていう、まあそのところの区切りなんでしょうね、これね。だからこういう風に、一番終わりだと6月か。かなりきついな、これ。まあなんかね、こういう新しいコンテンツとかイベントとかそういうのが始まるっていう時に、こういうふうにサーバーによってね、開始時期が違うっていうのもなかなか珍しいですよね。だいたいどのゲームもね、イベントが来たらどうこう、まあ始めた、今始めた人でもそのイベントが来たりしてますよね。うん、だからこういうのは珍しくて、なかなか今後これが続くの難しいから、どっかで慣らした方がいいんじゃないかなっていう気しますけどね。だからつまりサーバー、新しくサーバー作るっていうことをやめないんであれば、まあせめてね、サンガ社食図がまあ始めた人でいきなり始まってるようなサーバーも出るっていう風にした方が、まあだってね、いろんなアナウンスをするときにそのアナウンスがね、人によってサーバーによって意味ないものになってしまいますからね。はい、それが自分の思ってることですけども、まあこんな感じでね、ちょっとだいぶ先になると、はい、ということですね。でもう一個情報がありまして、新シーズンでは新たに、別の宝物が31個実装されて、 SSR が10個、 SR が9個で、 R が12個だそうです。ということで、前回の動画、前々回かな、動画でも言ったあのシーズン宝物券っていうのが、おそらくサンガ社食図の1をクリアした時にもらえて、時の順位でもらえて、そのシーズン2のそのガチャで回せるみたいな、シーズン宝物券ってありましたよね。そのことなのかな、これ。期間限定の宝物ガチャを開始します。これが48時間のみ、2日間のみだそうなので、シーズン2で新たに実装する31個の宝物が含まれています。これさ、ここの時しか入ってないのかな。いわゆる通常ガチャの今入っている中には追加されないのかな、これ。で、この多分宝物の中に、土器性っていうね、相手の気力を下げる、開始時の気力を下げる、もしくは開始時の気力を、味方の気力を上げるっていう能力が入っているものも含まれるんじゃないかなと予想するので、結構重要な宝物になってくるというふうに思ってますね。うん、だからこの開始時48時間だけしかないっていうのが引っかかるのと、このね、どうなんだろうね、シーズン宝物券を消費しって書いてあるから、次元ガチャ、緑のガチャ券、あれ使えないんじゃないかなって予想してるんですけどね。このシーズン宝物券って、もう一回、おさらいっていうかやりますけど、この報酬である、このね、クリア時間のこれだと思うんですよね。40日間以内、自分は34日間以内だから、これはもらえるのか。18枚はもらえるね。ほら、これだ。このガチャに使えるって書いてあるから、
新しい宝物はこれでしか使えないってことですかね。このほらこっち、このさ、どっから行けばいいの、この通常宝物券じゃなくてこの緑の方、緑のガチャ券ってあるじゃないですか。こ今ないんだけど、あの次元ガチャ券ね、あれだと多分引けませんねこれね。うん、これが要注意だわ。はい、ということで本日はですね、サンガ社食図の、第2のね宝物券、シーズン宝物券の情報がちょっと来てたので、その辺ですね、簡単に話していきました。参考になれば幸いです。お疲れ様です。